若畑町まで戻ってきました。奈良公園です。あ、間違えたわ道路。え、間違えてないか。間違えてないね。間違えてない。大丈夫大丈夫。あ、いいですいいです、間違えてないです。奈良マラソン2011のコースを今走ってますね。ちょっと去年とねコースが違うのでちょっと間違ったかなと思ってしまったんですが、合ってます合ってます。さあもうこの辺までね戻ってきたら、あ帰ってきたっていうそんな感じがしました。確かに。はい、右側が春日大社で、奈良公園がありまして、この信号左へ曲がりますね。正面見えませんけども東大寺があります。写真を撮る人っていうのが何箇所もいるんですよね。この先撮影ポイントありみたいな、なんかそういう看板をちょっと前に出されてたりするんですけども、かっこよくねポーズを決めて写真に撮られるっていうのはいいと思いますね。もうね結構ねかっこいい写真をいっぱい見ましたよ。いや、やっぱりね、慣れてる人ですよね、あれはね。まあ一般人はね、しんどい顔しかしてなかったりするんですけども。まあちょっとやっぱり撮影ポイント、今年はかっこよくポーズを決めてみたいなという気持ちにもなるんですが。さて今、奈良県庁東の交差点で止まってまして、これを今右へ曲がろうとしております。もうここまで帰ってきたらね、もうゴールはもうすぐなんですよ。本当にね。県外から来られる方でね、宿泊をしようという方はぜひ気をつけてください。奈良市内はホテルがちょっと少なめですのでね、やはりその単身でねシングルで泊まろうという方は特に部屋が少ないので、早めに予約をされることをお勧めします。また今年もねオフィシャルページから、ホテルの予約っていうののリンクがあると思いますので、ぜひ早めに予約をされてくださいね。さあ今もう少しで左へ曲がるんですが、これです。この交差点で左へ曲がります。焼け門前という交差点です。ここ曲がるとこれまた狭いんです。これはね去年と同じコースです。この交差点を曲がったらね、もうゴールがすぐっていうところまで来てますので、危ないな、この人はどっちへ行くかな。よいしょ。確かこの辺りのね、この辺りに去年は給水ポイントがありまして、ラストの給水ポイントでした。もう私はそのラストの給水ポイントは寄らずに、ゴールへまっしぐらで行きましたけどもね。まあこの辺りでもねもう本当にもう40キロぐらいまで来てますから、もうクタクタになって歩いてる人も結構多かったですけども、
ー帰ってきましたね。この前の信号で右へ曲がります。とにかくね、奈良マラソン第1回目、行われた感想を見てますと、沿道の応援が本当に熱かったということをたくさん書かれてました。第1回目なのに、スタッフに関してもとても良かったみたいでして、私もそうなんですけども、マラソンっていうのを、まあ、去年初めてこのフルマラソンっていうのを走ってみたわけなんですけども、沿道の応援にかなり助けられます。あのハイタッチっていうのはいいですね。ハイタッチをすることによって自分の気力を高めることができます。だからしんどいなって思ったら、ぜひ沿道の人とハイタッチをしに行ってください。向こうが求めてなくてもこっちから求めればやってくれます。園児たちもね、やってくれたりしますよ。さあ最後の交差点を右へ曲がりました。もうこの交差点を曲がれば河野池陸上競技場はもうすぐです。もうすぐなんですが、上りです。最後の最後のこの上り、特にねこれ最後ですから、マラソンコースとしてのラストなわけですから、沿道の応援かなり多いです。もう埋め尽くすぐらい沿道の応援、ここは立ってられました。そこでね歩いているっていうのはちょっとやっぱり悲しいです。まあ走るっていうほどではなくても、まあそれなりの走っている格好では進みたいものですね。やはりマラソン大会というぐらいですから、走ってゴールをしたい、これはね多分誰しも思うんですよね。ただこれが初心者はね、そうはいかないですよね。走りたくても走れないね。走れるんだったら走ってますよね。そこなんですよね。まあ、ですからできるだけこの最後の上り坂に余力を残して戻ってくるような作戦立ててください。この白川大橋のところの上り坂、あれはもう最初から無理をせずに歩くね、それも一つの作戦だと思います。あそこで無理をしてここで歩くんだったら、あっちで歩いてここを無理して走って沿道の声援を受けながらゴールをしてください。さて奈良マラソン2011のコースを車で走ってきましたが、ここで右に曲がります。はい、これでゴール、ゴールです。河野池陸上競技場のフェンスのところまで戻ってきました。実際のコースはこのフェンスが空いておりまして、中へ入って、競技場の中を抜けてゴールになります。はい、ということで、奈良マラソン2011大和路からエールをということでコースを走ってみました。さあどんな大会になるでしょうか。去年はねとても暑かったです。朝の最低気温が2度、当日の最高気温が15度、半袖半パンで私は走れました。服装にねかなり困る時もあるかと思いますけども、私のブログ奈良マラソンを走ろう、こちらの方でねいろいろ書いていきますので、またぜひ参考にしてください。それでは2011年12月11日日曜日、奈良マラソン2011でお会いしましょう。